じゃあ始めまーす。これこの、ね、最初からの新しい感じ、ね、着席スタイル、はい、はい、すごい。さあやってまいりました。出た。前回はゆめちゃんが、そうですね、うん、はい、はい、じゃあ今週は、あ、今月は、うん、定着してきて何も言わないです。くじ引きから始まらない愛を重ねていたのありますよね。そうですね、前振り出てくるね。そうですね、前振りする、はい、うん、MC を決めます。はい、前振りしてきました。はい、はい、はい、行きましょう。誰が当たりますでしょうか。はい、デルル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 ルせーの、じゃん。あー、当たったね。当たるね、君に。はい、かわいい。ちょっと私と小瀬さん全然当たらないね。なんだ、強いのか弱いのか。お前なんでだ。お前あの二人がちょっと似てる気がしないんだよ。間違いないね。間違いない。私なのね。はい、じゃあお返しいたします。はい。じゃあ恒例の台本読みから始めさせていただきたいと思います。はい、はい、いたします。はい。YBC ラジオ、毎週金曜日夕方5時15分から30分に放送している女性のための就活プログラム、エンドレスビューティー。4人のラフィフパーソナリティが週替わりでより自分らしい人生を送るために、今どんな準備が必要なのか、それぞれが気になる話題をセレクトしお届けしていますが、この YouTube 番組ではエンドレストーク、15分では語りきれなかったあれこれや、ラジオだけで伝えきれない話題を持ち寄りながら、私らしい生き方を視聴者の皆さんと共に考えていきます。考えていきます。すごい、今日ちゃんと読んだ。うん、え、毎回ちゃんと読む。素晴らしいですね。あ、うん、そう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 、私読んでないからね。あ、なんで先日読まなかった。あ、では、ね、MC4 人の自己紹介、お題を何か一つ入れながらの自己紹介となっております。はい、今日は、はい、今日はですね、丼物と定食の美味しいお店にお邪魔しているところから、うん、自分を丼物に例えれば何かという形でしょうか。大喜利ちゃん。大喜利で自分をどのように例える。今思いついた。自分を丼物。はい、丼物です。できたようなので、今日は中心に近い人から行こうかな。この席のね、メイン席の、はい、花嫁様の大友さんから行きます。あ、私、はい、座り順から、はい、第3週担当の大友まさみです。私が丼物に例えると目玉焼き丼です。目玉焼き丼。いや、そんな聞いたことない。そんなあるの。え、だって丼ぶりに何か乗せればなんとかドーンってなるんですよ。そりゃそうだけど、胃の一番に目玉焼き。その心は、その心は、うん、ちょっとかれこれ何十年も前の話ですけど、初めて、彼氏に、その当時の彼氏に、その当時の。いや、そりゃそうでしょ。あえて言わんでも分かるの。そりゃそうでしょ。作った料理が目玉焼き丼でした。すごい。なんか料理作ってって言われて、うんうんうん、ご飯をよそって丼に、うんうん、で目玉焼きをのせて、うん、醤油をそれこそドンと置いて、うん、ちょっとえっていう顔をされたっていう。ご飯の上に目玉焼きじゃなくて、目玉焼きがあって醤油をドンとしたから目玉焼きドンなんですか。うん、違います。ちゃんと丼に、丼に目玉焼きをのせて、はい、でその時に味付けは自分の好みでっていうので、醤油とか、うんうん、多分マヨネーズも置いたかな、うんうん、でどうぞって出した。で次の日に振られたの。次の日に友達にみんなに振り、いい振らされました。目玉焼き
出てきたって。まあ目玉焼きの話ずいぶん前からしてるけどさ、いまだに目玉焼きだよね。本当に。すごいわ。自分をその丼に例えるとなんだけど、そのエピソードがあなたの滑るみたいな。そうそうなんだ。スマホ付きでもあるので、うんうん。そうだと思います。なんか、うん、単純にして美味しい。確かに。単純で美味しい。まあまあ。単純ね。そうだ。日本で卵と醤油だからね。うん、ね。若いですね。単純で美味しい。単純で美味しい。単純ではね。はい。うん、ありがとうございます。はいはい、じゃあ新郎様が席にいらっしゃる、はい、じゃあ第4金曜日担当のゆみえです。なんかね全然思い浮かばなかったんだけど、ウニ丼にした。あーへー、おー高級じゃん、ねうんうん、なかなか手が届かないね。あー感じかな。ちょっとだっていいけど、いっぱい食べると飽きる。それ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 もかけた。最初いいんだけど、なんかもういいかなみたいな。ウニに失礼。です。はい、はい、じゃあお次はね、はい、悩んだんですけど、はい、やっぱドンといえばこれかなと思って、はい、なんすか、はい、よーいドン。よーいドン。だめ、ね、よ、現地客来ちゃったよ。本間先生が先に言っちゃうからめちゃめちゃ出しにくかったんですけど、さっきね書いてる途中ね、うん、まさか用意丼とかやめてくださいね。これでしょと書いちゃったからね。さすがです。でもあのね、あのなんて言うでしょうかね、見切り発車的な用意丼、まずはやってみよう、行ってみようっていう精神が素晴らしい、うん、大事かなっていう、うん、私が大切にしてるね、うん、マインドでもあるので、うんうんうん、無理やりこじつけましたけど、今食べ物じゃないもんね。そう、こじつけたけど、うん、いいね、うん、でもこれで勘弁してください。さすが。はい、はい、今日さらっと私もさ、第1週金曜日担当の本間明子です。私は卵丼です。おー、なんか一緒じゃん。違うよ、親子丼じゃないんじゃん。あのほら、鶏肉が入ってない親子丼じゃない卵丼、うんうん、卵丼一緒じゃん。あー、違うわ。目玉か、丸パクか、かき混ぜたかどうかってやつ。見てる人は分かってくれると思いますけど、まあ、少ない材料でそつなくうまい。あーじゃあ一緒じゃん。まあまあまあ、ね、そうよね、大材料単純で美味しいと、ある材料でそつなくうまいは違いますよ。まあでもほら、おねゆみえさん、大友さんの味方だったもんね。僕と一緒だからね。そうそうそう、そうですね、そうですよね。はい、ということで、はい、今日は大喜利終わった。はい、はい、ということで、だいぶ前振りが長くなってしまいましたが、はい、今日はこちらのお店にお邪魔しております。はい、丼物と定食のお店もとちゃん、そして今日は店主の桐生義弘さん、桐生義弘さんが、はい、はい、こちらの方にねゲストでお迎えしたいと思います。黒からしたら、うん、そうですよ。目玉焼き丼と、はい、卵丼は、うん、やっぱり全然違う。ほらおそうなんだ。こっちはほら汁物に、うん、ほら卵で閉じる、うんうんうん、こっちは作ってのせる、うんうん、違う、全く違う。へぇ、だからもとちゃん丼好きなのね。あ、そうです。で、今もとちゃん丼っていう話もありましたが、もとちゃん、桐生さんの方からこちらのお店のご紹介をぜひ自己紹介お願いします。はい、去年の7月にオープンしまして、定食屋もとちゃんと言います。先代はもともとここ寿司屋でやってまして、で先代父親がちょっと辞めるということで、ちょっと何か都合かなと思って、なかなか今寿司屋の敷居が高くてちょっと入りにくいと思ったんで、定食っていうちょっと皆さん入りやすいようなお店作りにして、今回このお店をオープンしました。はい、ずっと食の道はずっと続けられてたんですか？そうですね、18からも寿司屋行って、あと和食のお店、日本料理でやってまして、もともとベースはもう日本料理と寿司なんで、なんでもで、うちの看板商品なんですけど、フグの唐揚げ定食っていう、うわー、どれもやってない、食べたよやってますんで、まあ、日本料理の技術も使いながら寿司の技術も使って、皆さんにほら定食っていうちょっと入りやすいお店作りにしてます。そしてね、先ほどもとちゃん丼っていう話もありましたけど、あれもなかなか自分の家では作れない技が
結集しているとんですね。ですね、うん、結構油跳ねますんで、ね、どういうものですかそれ。生卵を油に落として、うん、で揚げる、でなんか半熟のままで丼にのせて、で中に天かす敷いてあるんでちょっとアクセントがあって、それをだし醤油をかけて食べる。でもそれが大好きで、そうですね、目玉焼きではできない、ちょっとね、仕事にも呼ばない油で揚げるなんて怖いじゃない。卵ごたそう高すぎる、まさみさんには水分多いと跳ねるんで、うん、ねえ、ね、それがここに来ると食べられる職人技をね、目玉焼き丼なんてもうそんな足元に戻って山形市飯塚町に、ね、はい、ありまして、今私たちはそちらにお邪魔しているんですが、今元ちゃん桐生さんの前に、うん、はい、何やら美味しそうな、それこそ丼ですよ、はい、しますけれども、はい、こちらは何ですかという話から聞いてもいいですか。はい、はい、当店ちょっと前、先ほども言いましたように寿司屋だということで、ちょっと何が残したいっていうので、あの海鮮バラちらし丼を当店出してます、うん、で結構人気メニューなんで、うん、こちらも出しているんですけども、ちょっと嚥下食というあの飲み込みが困難な方用 の、 あのバラちらしをちょっと開発しました。へー、嚥下食、そうなんです、飲み込みが不自由な方用のもともと食事で、またミキサーかけてドロドロにする。それを全部ドロドロにした状態をまた元に戻すっていう作業をちょっと入れて、チラシ寿司、今回は2つ用意したんですけど、金子園芸寿司のチラシと、でもう1つが普通のバラチラシ、ちょっと見ていただきたいんですけども、はい、そもそもなんで嚥下食作ろうと思ったんですか。うん、そうですね、何年もう10年ぐらい見ますかね、うちのおじがちょっと末期がんで緩和ケアセンターも入ってまして、でその時にちょっと料理人だったもんで、何か食べたいのないですかって言ったら、ちょっとやっぱり元通んない食べれないって言われて、まあ、そんなことあって、でテレビの方で少年方で嚥下食ってやってるんですよ。でそっちの方のテレビ見た時に、その時妄想汁作ってたんですよ。タケノコをすりつぶして深いペースト状にして、それをまたタケノコに戻して、妄想汁作ってたんですよ。でそれを食べたその患者さんっていうか、その方がもう 3,4 年食べたことなかった、硬いものとか食べれなくて、私もうすごい感動して、あこれやってみたいなと思って、でちょうど牛尾村の湯の浜の牛尾村の料理長がそれやってたもんですから、自分知り合いだったんで電話して、ちょっと寿司やりたいんですけど教えてくださいって、直接このシャリとか、うん、ネタの作り方を全部教えてもらって、で当店のオリジナルのこの嚥下食のバラちらしを作りました。へえ、なんかすごい思いがね、なんかね、感動しちゃったよ。いや自分も感動したんで、そのテレビ見て、やっぱり食べれないってものすごく普通らしくて、しかも食べれないってペースト状態ですか、でも全く形がもうない状態で、それをただ飲んでるだけ、だからやっぱりね食べる欲もなくてみたいな話してて、でそれをタケノコの形に戻してやってた時に、もうすごい、あこれすごい技術あるんだと思って、すごいですね、うちもやってみたいなと思って、ちょっとそう思った桐生さんがすごいね、本当に。今でも伺って私の頭の中では、はい、なんとなく鉄火丼とかだったらまあ分かる、チラシでいいかもないんですけど、ね、チラシって、うんうん、結構いろんな工夫があったそうだよね、全部混ぜてゼリー状にしてまた戻すってこと、どういうことって、もはや頭の想像がついていかないの で、 で今からこう蓋を開けていただくんですが、はいはい、じゃあみんなで開いたやつを見て、どっちが、どっちが分かるでしょうね、分かんないよ、なるほどね、どうだろう、ちょっと当てて、はい、当たった人だけ食べられるって。やった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 
なんなんよこれ。さあどっちだ。開けた人が食べられる。一応もちろん演じる子も食べたいけど、はい、まあ、一応この場当てるのは本物を当ててみようかな。本物はどっちか、うん、はい、全然この人たちは普通 の, 一般の方が食べるのはどっちか、はい、じゃあいいですか、はい、はい、分かってるね、はい、はい、分かってるよ、分かってるね、はい、分かってるね、めっちゃ緊張してるめっちゃ緊張してる本物当てるの分かってる、はい、分かってるよね、はい、では一斉に手を出しますよ、せーの、こっち分かってない人がいますよ、分かってない人がいますよ、こっちでしょ、そうだよ、うん、はい、では、はい、2対2になりますよ、分かってない人がいますね、どうやら分かってなかったですね、はい、はい、では正解を桐生さん、はい、こちらが演芸食のバラシラ、全然分かんない、いやね、これさ、すごくないですか、なんかイメージしてたものと違いました、うん、ね、うん、まあ、ちょっと作り方なんですけど、こっちに酢飯に、マグロとサーモンと、あと白身、うんうん、魚と、あと厚焼き卵とキュウリ、うん、で最後飛びこ散らしてます、うん、でこっちは一回お粥を作って、それに寿司酢を入れて一回ゼラチンで固めます、へが下のベースのシャリで、マグロ と,、サーモン と,、うん、と白身は一回ミンチにしますただいて、したところで飲み込みやすいようにオリーブオイルをちょっと垂らして、へえ、まとまりやすくなると、と同時に飲み込みやすくなるというので、でそれをこうカットして、こう同じように骨格にして並べていきます。で卵はこの同じ卵をちょっと水を入れてミキサーにかけて、それからまたゼラチンで固めます。でそれをカットします。あ、卵を一回ミキサーにペーストするんですね。で、卵なんて食べれそうかな。ねえ、全然違うんで、ね、違うんで、うん、で、キュウリはこれすごくない？キュウリ皮を剥いて、皮は皮だけ、白いとこは白いとこだけ残して、どっちも別々にちょっと水入れてミキサーかけて、で、緑の方を一回流して、うん、で白い方をもう一層で流して2層に流すんです。あ、でそれをカットして盛り付ける。いやすごい、これ時間ってどれくらいかかるんですか、ね、どれくらい、結構かかります、そりゃそうですよね、やっぱ前日からちょっと固める作業あるんで、ゼラチン入れて固めるんで、ちょっと1日くらいかかります。嬉しいですよ、でも、はい、見た目は全然わかんないですけど、うんうん、だってさ、その液状のものしか召し上がれなかった方が、はい、これやっぱりさ、目からほら入って食欲だったりとか、うん、なんか力って出ると思うんだけど、これ全然ほんと一緒だよ、ね、すごくないですか、うん、すごい、ね、研究に研究重ねました。キュウリが一番難しかったですね、やっぱり。キュウリだもんね、すごい、問題は味じゃない、食べていいですか、どうぞ。演芸食の方を食べさせて、どうしますか、先演芸食に行きます、はい、演芸食の方ぜひ、はい、お願いします。あの、ほとちゃんのね、こうチラシが間違いなく美味しいのはそうですね、分かっているので、ちょっと演芸食を食べてみて、ご飯だ、濡れちゃいました、ありがとうございます、使っていただきます、すごい、ご飯としかもちゃんと酢飯になってるっていうのが気になる、すっごく間仕切になりますね、うん、うん、いや、わかんないよこれ、本当にマグロとか、うん、本物みたい、本当だよ、でもね、うん、何に対しての本物かあれだ、一回ゼリー状にね、わかんない、もし飲んだら醤油つけてもらって、はい、そのまま食べてみ、あ、そうだね、多分ね、最初そのままの方が多分、はい、違いっていうかね、違い、分かると思うんで、うん、そう、はい、すごい、じゃあ皆さんで、はい、はいはい、どうぞ、そのまま、うん、どうぞ、いただきます、初めて、演芸食、初めて聞いて、何から食べてみる、そのままご飯と一緒に、おすすめします、
あのさ、匂いは普通にあのお寿司の、はい、ねえ、ちらし寿司の、ちらし寿司の、わあ、はい、マグロとサーモンとキュウリと、はい、おいしい、うん、おいしい、おいしいな、おいしい、味もおいしいんすよ。本当ちゃんとマグロの味する、うん、すごい、キュウリはキュウリだね、キュウリちょっといってみよう、キュウリはキュウリで味するちゃんと、でもなキュウリだ、独特のキュウリの、いやすごい美味しいんですけど、ただ噛まなくていいっていうか、そうそう、トロンって入ってそうなんですよ、トロンって口の中の温度でね、うん、そうそうそう、くるっと、いやこれは喜ばれるって、卵わかります、わかるわかる、卵なんですけど味するんですけども、ストンとこう溶けるっていうか、溶けてなくなる感じが、うん、美味しい、食事してるって感じしますね、うん、ですよね、うん、しっかりこう食べれる、うん、見た目もあるし味も同じっていう、お子さんはどうですか、うん、最近さ、うん、ちょっといろんなもの食べるとむせんのね、うん、なんでしょうなんかすごくスルンと入っていくのが嬉しい、うん、実際、うん、うちの親父とお袋に試食してもらったんですよ、握りの方で、はい、でうちのお袋はちょっと悪くて、うん、ら柔らかくて食べやすいってやっぱり言ってました、うん、で味もやっぱり残ってるんで、うん、ね、しっかり、しっかりすごい、なんかオリーブオイル、ね、入れてるって話してた、全然なんかその脂っこささみたいないですよ ね、 そうですね、全然ないんで、うんうん、私の卵をいただいたんですけど、はい、元ちゃんのいつも売ってらっしゃる出汁巻き卵、すごいあれも美味しくって、私ね前いただいてもこれ団子でも食べられると思ったんですけど、はい、卵全然遜色ないとか分かんない、うん、美味しい、へえー、でもなんだろう、例えばね、うん、家族でみんな同じものを食べるっていうのってなかなか、そうなんですよ、そういう方いらっしゃると難しいじゃない、はい、でもさ、食べられるってめちゃめちゃ、うんうん、嬉しいですよね、言いますよね、みんなの美味しいって言われるのいいですよね、一、ね、人だけ違うものがさ、やっぱり来ると、うん、なんかいいよいいよって言いながら周りもちょっとね、共有したいし、で本人もね、いいよとは言うものの、うん、それ食べたいって絶対になるよね、味も分かってるし、うんうん、でこれ醤油つけなくても、うん、ね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 、醤油つけるのもったいない、あ、本当、うん、いいこと言いますね、ね、キルさんの今後は、はい、私としてはですよ、はい、またさらにいろいろな商品を提案していかれることをあのとてもなんか絶望してるんですが、もう何かこう考えてやってます、お、握りの方もちょっと今試作しているので、すごい、まあ、これ同じなんでサーモンとマグロと白身はもう完成してるんですけど、エビこの間やってみたらちょっとエビの香りがなくて、ちょっと違うエビ使ってとか、あとちょっと今ホタテとかあとアナゴ缶もうちょっとやってみようかなと思って、ちょっともう普通に握れるんで、逆にもう食べれない方お祝いするんだ、お祝いで目の前で握るっていうこともできるんで、電車やつが来るんじゃなくて、お祝いでそこを呼んでもらって、そこで握って食べてもらう、あ、そういうのもできると思うんで、もとちゃんに来ると、はい、食べられるんですもんね、これはそうですね、ちょっと前日、はい、2日前の予約になりますけども、はい、言っていただければお送りしますんで、はい、お寿司もね、はい、これから楽しみだもんね、最近むせて食べられないから、お寿司のためにふんぐりしたときの目玉焼き丼も今食べることが楽しみな生活になってきてる、うんうん、からそこから食べることの楽しみを奪われたらって思うと、うん、ちょっと切なくなるので、うん、こういった職人さんがいらっしゃるっていうのは本当にね、うん、嬉しいなって思いますし、なんかもっと増えていってほしいなっていう気も、そうですね、それをオンラインの方で立ち上げて今回あの鶴岡の方で演技職の料理人さんたちが集まってやってるんですけども、一応そこに
今回参加させてもらってるんですけど、そうか、本当に鶴岡の方はこう皆さんそういうところで食べてもらいたいっていうので料理人立ち上がってやってるんですけど、おーすごい、なかなか山形でまだやってるところがないんで、じゃあ桐生さんやるしかないですね。そうなんですよね、自分ちょっと知り合いの4人に声かけて、ちょっとこれから自分和食じゃないですか、実質と、あそっか、洋食の料理人と中華の料理人も一応声かけてるんですけど、今だからね、うまく広まってもらえれば、そうですねとは思ってます。うーん、楽しい、楽しみにしてましたね。一番楽しいそうです、そうちょっと一番近いような気がするお世話になるかもしれないから、ね、そうじゃあぜひ今日の感想を一言ずつ、じゃあこちらから、はいはい、まあ、園芸食ってなんかあのやっぱりね、あのスーパーとかで売ってるあのレトルトのものを食べるしかないのかなって私思っていたので、このようにこう普通の家族とみんなと一緒に美味しいものを食べられるっていうのがあるっていうのを知っただけで、少しなんかこう生きる希望じゃないけどもすごく感じたので、ぜひこれはたくさんの方に知ってほしいなと思いました。美味しかったです、ありがとうございます。はい、まあね、私あの昔から桐生くんって呼んでますけど、はい、まあ、あの同い年っていうこともあって存じ上げてたんですが、ね、そうやってこれから先もこう料理人として成功しているのにプラス、うん、あのさらにこの世のため人のために活動されてるところにちょっと私もいろいろと、ね、あの刺激を受けて頑張んなきゃなっていうのと、あと今山形3世代4世代もしかしたら5世代なんていうお家もあると思うので、離乳食を食べてる、ね、赤ちゃんからそのひいひいばあちゃんとかみんな同じものが食べられるっていうのがまたいいなと思ったので、うん、私もあの元気で食べ続けたいですが、これも美味しくいただけるだなと思ってちょっと安心しました。はい、頑張って、はい、ありがとうございます。では、はい、皆さんありがとうございます。本当に感激しました。ありがとうございます。やっぱり日本はもうこれから人口がどんどん減少していって、もう確実に高齢化になってくるんだよね。そうするとやっぱりこういった職人さんがいらっしゃることで、なんだろうね、こう食も楽しみ続けられると思うんだよね。でも言っちゃうと手間暇かかるし、普通にお店やられてた方が売り上げは上がるのかなって、まあ、そういう人柄ね、うん、視点でいくと、うん、でこういうことをされるっていうのはやっぱりそういう、こう思いとか、まあ、あのさっきまさみちゃんが言ったように人のためとかね、貢献っていうところで職人さんプラスアルファで追求されてるっていうのが本当にあの桐生さん優勝です。ありがとうございます。元ちゃんしか勝たなくてね。で私もさっきあの小杉さんがね、生きる希望がって言ってましたけども、あの例えば施設とかに入ってなんかなあこの先いいなってもし自分が思った時に、桐生さんのように素晴らしい職人さんがやってきて、はい今日お寿司の日だよなんて言ってやってくれた日にはもうみんなで喜べるから、きっといいだろうなっていうのを想像したらもう本当に胸が熱くなってきて、あの日頃から元ちゃんの料理も結構食材を厳選されたり調味料をね厳選されたりしていて、食に対する向き合い方がやっぱ違う方だなとは前から思ってたので、今回さらにもう惚れてしまいそうなんです。しまいそうだ。ありがとうございます。では最後にあのぜひ桐生さんからも一言をいただけますか。はい、はい、それで本当に園芸食って自分も本当知らなかったんですよ、うん、でテレビを見て、あこういう世界があるんだっていうのをで実際作ってその食べていただくと、あこれやっぱり食べたいって、今まで食べれなかったのにっていう方結構いらっしゃるんで、こういうの普通の料理じゃなくてちょっとこういうところも今これからチャレンジしていきたいなとは思っております。はい、ね、本当に素晴らしい機会をいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。この後すべて私たちで美味しくいただきます。ごちそうさまです。ごちそうさまです。ありがとうございます。今回は山形市飯塚町にありますどんものと定食元ちゃんの桐生義弘さんにご出演いただきました。どうもありがとうございました。そうだね。でもあれちょっとほら全部入れて、うん、ここでまとまるんだよね。ね、うん、うん、
味噌だから、うん、酢飯もなんかそうまとまってた味がまとまってる感じに、うんうんうん、ね、塩梅がちょうどいいっていうか、うん、全部の味が調和が多分取れてるんだよね、うん、あれもうこうやって味噌バンバン食べても優しさ優しさが優しさがね、優しさがね、優しさが優しさが食材に乗り移ってる褒められまくりだね、キル君、ありがとうございます本当そうだよ、やっとかやりましたここまでね、ほんとに愛してだったんで、横まで量産できるかでしょうけど、量産はそんな難しくないんで、あ、本当ですか、もう何回も作ってるとこうコツ掴んできて、そんな時間、最初結構時間かかってたんですけど、もうコツ掴んでこれ作るのもそんな時間かかんないし、離乳食とかもね、離乳食いいよね、卵とかそう、ああなるほどね、牛乳とか、うん、美味しい、それやっぱりね、お母さん目線じゃないと気づかないですもんね、お母さん目線じゃなかったんで、ね、おったくん。やっぱお祝いとかさ、そう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 、この時いいよね、いいよね、いい、離乳食、離乳食もさ、割ともう一辺倒になっちゃって、うん、作るものがね、うん、はじけられてくるし、もうわさび、大丈夫、皿にはわさびが固まって